やっほー、久しぶりに動画を作ってるね。先月大学をやっと卒業してめっちゃ暇になってしまったので動画を作りたくなった。いろんなトピックについての動画を作る予定やけど、とりあえず久しぶりの動画なので単純に自己紹介したいと思います。 YouTube の最初の動画はいつも自己紹介ちゃう、つまんなくない？だから僕のネコも参加するね。お願いネコ来て、ネコやっほー、かわいい。名前は何ですか？かわいい。え、ちょっと見てみんな、かわいいでしょ。名前は何ですか？エリ。ちなみにかわいすぎ。え、でも毛やば、やばい、夏だからな。そう、猫、猫は参加したがらない、気まぐれな猫な。じゃ、動画返事のおかげで最初の質問お願い、猫。ご出身は？そう、イギリス人だけど母はカナダ出身だからハーフかな。カナダ語でなんか言いたかったけど、カナダのなんていう共通語もうエグやんってこと気づいた。僕は本命だとな。じゃ、次の質問。この3年間何をやってたんですか？おみに勉強してたね。専攻は日本学科やから、去年専攻の一環として神戸市に留学して、その経験を通じて日本語を話せるようになった。今はもう卒業したけど、あと1ヶ月ぐらいしたら日本にまた行くつもり、英語の先生になるため。趣味、そして日本語を勉強し始めたきっかけは？趣味はやっぱり日本語だね。10年間ぐらい勉強したけど、去年までは日本人の友達がいなくて日本語を全然喋れへんかった。勉強し始めた理由はいろいろあるね。日本はめちゃくちゃインスタ映えするから、写真を撮りたかっただけ冗談冗談。実際はアニメとかに興味があったんやけど、今はそんなに好きじゃない。日本の好きなところが変わったから、うん、変わったと思う。留学してたっての頃はとても孤独だったけど、日本で出会った友達のおかげで日本を存分に楽しめた。それでまだ勉強してる日本語。そう、もう一つは旅行ね、超好き。実は友達に会いに行くために先週スペインに行ったよ。旅行するのはなんていう、心よいって感じかな。イギリスのちょっとつまんない生活から逃げ出すことができるから突然で申し訳ないけど、この辺で終わりにしようと思う。さまないと僕死んじゃう。もう疲れ果てたやばい、早いな。次の動画を楽しみにしてね。次の動画が早く見れるように登録もよろしく。ありがとう、バイバイ。このコートどう思う？スペインで買ったジャケット、おしゃれ、おしゃんって友達いつも言う。それおしゃんって、おしゃんって。